ダニエル・ジョセフ・ブー・アスティンは、アメリカ合衆国の作家、学者、歴史家。アメリカ南部のジョージア州アトランタのユダヤ人の法律家の家庭に生まれ、ハーバード大学を卒業後、ローズ小学生として、オックスフォード大学で学び、イエール大学で博士号を取得した。その後シカゴ大学の教授を25年にわたり、務め、他にも、スミソニアン博物館の 国立アメリカ歴史博物館の館長や、アメリカ連邦議会図書館長などの要職を、兼任した。大量消費社会の弊害を指摘した、デモクラシーイッツディスコンテンツ、リフレクションズ・オンエブリデイ、アメリカや、マスコミや広告業界の疑瞞を鋭く指摘した、在明治、映画イド・ツー・スード、イベンツ・イン、アメリカなど生涯で20作以上にわたる著書を書き上げ、そのいくつかは、 ベストセラーとなった。1974年にはザ・アメリカンズ・ザ・デモクラティック・エクスペリエンスでピューリッツァ賞を受賞した。2004年に死去した。ありがとうございます。